はその宇宙の中で繰り広げられる戦争にしたいというテーマがあってですね、その普通の戦争みたいにこう人同士が殺し合うんじゃなくて、こう人がこう簡単に殺されるのは強力な相手を敵にしたかったってなると、やっぱりこう人間ではなくて機械でできたそのロボットっていうあの存在がそこにぴったり来たからです。開発当初は確かに中国と対峙させたらどうだとか、あの他の国もっと複雑な構造にしたらどうだとかっていうアイデアはいっぱい出たんですけれども、あの舞台があの近未来、あのロボットが出るような近未来で宇宙の戦争、じゃあその時代どういう構造になってるのかってなると、もう多分誰も想像がつかないことなので、あの未来のまだ体験したことない戦争っていう、あの架空の面白い世界を作ったんだったら、あの分かりやすいそこは構造にした方が絶対あのユーザー逆に入り込めるはずなので、その構造としてはアメリカとロシアっていうあの分かりやすさをあの優先しました。モードにもよりますし、それは慣れればどんなゲームでも本当に最短でクリアしようと思ったら短くあのクリアできますけれども、最初にプレイしてノーマルモードでクリアするって考えると10時間弱ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。もちろんいろいろ楽しめばもっとかかるし、あのまあそれはそこから先はもうプレイヤー次第。まあ、ステージはあのゲームの中のステージの一部を流用してるんですけれども、もう敵セットは完全にあのそのチャレンジモード専用 で固定です。あの敵がランダムに登場したりということはありません。で1個のチャレンジモードの中で、1つのこう何て言うんですかね、敵をこう全部掃討したら次のラウンドに行ってっていう形で、こう1つのチャレンジステージの中にラウンドがいくつもあります。でそれはかなりこう戦略性を持って攻略しないと、多分そのクリアまで至らない、あのそのクリアまでの時間をあのどれだけ短くできるかっていうのがあの一番の要素なんですけれども、その名前がタクティカルチャレンジっていう名前の通り、どうやってこの敵をまず倒して次にここの場所に行ってこの武器を使ってっていうようなことをあの自分で戦略を考えて、編み出してちゃんとやっていかないと、まあクリアできないと思いますけれども、すごく楽しいですよ。そのこのバンキのあの、ある意味一番楽しいところをギュッとこう凝縮したようなモード。照準に関してはセミオートマチックな感じですね。例えばこう今ある照準がすごく敵と離れているのにギュッとこういきなり照準があるような形ではなくて、ある程度近くまで寄せてあげる必要があります。ただ一度どこかの敵に照準が合うと、あとはもう打ちっぱなしで、この敵が倒れたら次の敵、この敵が倒れたら次の敵って自動的にこう照準があのロックされたままプレイが続きます。あのなのであの一度照準合わせればもう打ちっぱなしで OK ですね。バンキシュですか、
ゴッドハードのクリアはできないですね。それは僕に。